杯もう日本酒飲みまくってるけどはい、河合家の長男としてあの男できないと言われつつ男も寝ました。よかったね。これが寝室の2階でお父さんと撮影したやつです、うん、お父さん今のヨットにそっくりや野辺の神社で、でもこれだいぶちっちゃいと思うねんけど、お姉ちゃん2人お揃いの着物、そう、稽古かわいいな。これ今のお家の、これがそうやな、今のあの古い方の家のああいう仏壇置いてあるところになるのかな。ちゃんと兜回ってんや。いや、もう毎年あのひな祭りと兜は飾ってくれる。すごいな、うん、この前さ、あの、うん、おばあちゃん家行った時にさ、出てきたやつ、うん、もうお母さんがなんかずっと多分その生まれた時のすぐのこう日記みたいなの書いといてくれてて、それ初めて見てちょっとびっくりした。クミコなど、ナナ、マホ、ナオ、クミコなどなど10個ばかりの考えて先生のところに、ところは全てあまり良くなくて、リナ、シナ、サワの3つから選ぶことになり、リナと決まりました。リナちゃん気に入ってる自分の名前、気に入ってますなんかこういうのってすごくない？なんか残ってんの、いくらタオルをかけてあげたってダメ、足をバタ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 とすぐに蹴ってしまいます。お母さんのお腹の中にいる時からもそうでしたね。お母さん痛かったわって書かれてんね滑り台の写真が結構多くって、ほらおじいちゃんによく滑り台滑って遊んでもらったなって感じ覚えてる。だいたいあの玄関で撮るのが風習なのでお姉ちゃん2人と僕とお母さんと名張に泊まって帰る時にお腹がいつも泣いてたって。なんで？あの帰るのが嫌すぎて寂しいってこと？そうそう、寂しくていつも泣いてたっていうのがすごい思い出、いつも泣いてるなって思って。やっぱお姉ちゃん2人と撮ってる写真結構多いんじゃない？そう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 、3人でな。これでもお父さんと撮ってるんやけど同じ顔してないこれめっちゃ似てる。よくこんな写真あったなっていう、誰の誕生日なんやろ。4歳ぐらいの時に、うん、まあ、多分誰の誕生日だったとしても私が全部ろうそく吹き消すみたいなぷくぷく丸い感じで、かわいいよな、まあ、このでも笑い方とか多分昔からあまり変わってないこれはおじちゃんとおばちゃんの結婚式、お母さんの妹さんの、そう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 、まあいろいろと遊んでもらってて面倒を見てもらってて、まあ私は覚えてないんやけど、うん、まああんたの面倒よう見たでってよく言われるこれが俺が一番お気に入りの写真お姉ちゃんの髪型がすごいこれもでもいつ撮ったんかな、全然記憶にあらへんけど、これやっさんと山岡っていう、うん、私3つの小学校行ってて、うん、あんまりなんか寂しい思いとかいつもしたことがなくって、うん、社交的なのはその頃からかなみたいな。ちょうど私が8歳の時に、まあ、今まで一人孫だった私にちょうどそのいとこが、まあ、しおりちゃんとゆきなちゃんが生まれて、その時すごい可愛い、まあ兄弟っていいなっていう風に思って、まあいろいろ遊んだりとかしてたなっていう感じかな。これ小学校の時ではずっとハンドベースボールをしてて、最後6年生の時で優勝とかしてるから結構頑張ってやってた。中学校では陸上部に入ってて、野球はシニアリーグっていう外部の団体でやってたから、基本的に水土日は野球、外の芸能町っていうところに芸能グラウンドっていうところがあって、そこでシニアリーグやってて、まあ上手い人がやってるところね自分で言っちゃう、上手い人がやって、俺は上手くないけど遊んでた写真、なんか中学生なんか高校生なんか分からん、中学生でやってた写真だよ。中学はもう勉強やってたかなってっていうぐらい部活しかしてなくて、で結構全国大会までそのマーチングバンドで初めて私らの代の時に行った。
で、まあ、その同期のやっぱりメンバーはすごい今でも仲良くって、うん、多分苦しい思いとかもやっぱ一緒にしてきたから、うん、なんかその仲間意識みたいなすごいいい経験を積ませてもらったなっていう感じですね。もっと高校3年間は野球しかしてなかったなっていう感じやねんな。みんなでも野球は ずっと見たことないよな。見たことないな。これが1回戦の時のさよなら勝ち。俺の時の俺がだあのやろ最後ツーベース打って足つってもう走れへんって言ってたのに、セカンドの審判がお前最後やねんからちゃんと走れやみたいなこと言われて、うん、最後のやつがヒット打って、うん、めっちゃもたつきながらもホームできてさよならしたシーンで、足大変やってんの。そうそうそう、それがまあ唯一あの1回戦勝ったシーンかな。これが卒業式。卒業式、これが仲も、うん、いつも津駅まで一緒に帰ってた霞ヶ関で働いてる小川さんで、これがサトシ、いつも髪の毛切ってくれる人かな。これが学祭、これリナと出会った時の写真、うん、そうやな、覚えてる多分でこういうブースやったのは覚えてるよ。吹奏楽をちょっとやっていたんだけどちょっとやめてしまいまして、まあでもこの時の先輩とか、まあ、その同期とかなんかもう未だに遊んだりとかしてるから、まあここに入ってやって、まあ、いい出会いやったな。辞めたきっかけとしてはやっぱ高校バイトができるからもうバイトをしたくなってしまって、なんかお金稼ぐのがすっごい楽しくって時給のいいバイトを探していったみたいな。まあ高校の時は、まあ、結構バイトに比重を置いた生活やったけど、まあ、それなりに体育祭とか文化祭とか思い出があって、なんかみんなでいろいろやって楽しかったなっていう感じ。これ成人式で京都に行って、なんか舞妓さんの体験をさせてもらうみたいなので親と両方で行ったんやけど、桃子とこの時しかできひんかったからすごいいい思い出として残ってます。湯を飲み張ります。僕はね、何か知らないですけどうまいこと行き過ぎて同志社大学に入ることができました。大学入ったらまず絶対テニスサークル入ってちょっと遊ぼうって思ってる悪いやっちゃの。1年の時に合宿行った写真かな。それと同時に入ってたのが野球サークル入ってて、軟式サークルの野球の甲子園みたいなのがあって、そこで強くて決勝まで行って一回新聞乗って、まあでもこれが楽しかったけど一番しんどかったのは勉強。こう三重からもう絶対出たくって大阪にまず出たんやけど、まあすごいそれが良かったかなと思ってて、やっぱりみんなと出会えて、で今でも本当に仲良くしてくれてるのすごい嬉しいし、なんかすごい懐かしいみんなもうお母さんにな、大体みんなお母さんになってたりとかするんやけれども、すごいみんな写真を見返してるとみんな若くって、みんな美容が好きやったしおしゃれが好きやったしとかっていう趣味の友達がこんだけたくさんいたのってすごいことやなって思って、なかなか出会えることじゃなかったから、専門学校はすごい親に行かせてもらってありがとうございますっていう気持ちでいますね。20歳の時にまず東京に出たのは美容師になる時で、それがまあこの辺の写真めっちゃ金髪で、この一緒に住んでた先輩たちとか、まあ、同期の子たちなんやけど、まあ、ここで出会って、まあその時は一緒に住んでなくって、でもその上京してきてるからまあ身寄りがいないからみんな仲良くなって、今でもずっともう仲良くしてるんやけれども、本当にそれが大きなすごい出会いやったかなって。
でこの時は自転車で通ってて9時半とか10時に終わるからそこから飲みに行ってみたいな感じで、そう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 、美容師の友達とかとで、まあ、ずっと仲良くしてくれてるまいちゃん、そうやね、美容師辞めてからとかなんやけど、まあ、家に遊びに行ったりとか、私が恋愛うまくいかへんかったりいろいろ相談乗ってもらったりとか仲良くさせてもらってる東京で、これはあの今働いてるところのアイラッシュサロン3店舗やってるメンバーたちと一緒に撮ってる写真かな、まあ、結構みんなお誕生日の時とかみんなお祝いしながら写真を撮るんやけれども、すごい人数がどんどん増えていって、女の子ばっかりですごい楽しい感じで、仕事もやりがいあってやってたな、まあ今もやけどやってるなって感じで、うん、2人が出会ったのは高校生の時です。もう初めて会ったのがクレープ屋さんやったよな。そうやな、クレープ屋さんに共通の知り合いがいて、でプリクラ交換をすることになったっていう感じやろ、うん、そうそうそう、うん、卒業前には別れてたっていうか自然消滅的な感じだったが、4ヶ月ぐらいなんじゃない多分付き合ってたのは。まあ、でもなんかそのお互いなんか新婚感みたいなのってあんまりないよな、まあ、17、8から一緒にいるからあんまりな堅苦しいところもないし、自分の思ってることを言えてるから、何もなんていうのかな、この先まあクロス、まあ、そうなんか想像ができるっていうか、うすごい不安になることはあんまりない。まあどうにかやってくれるやろっていう信頼もしてるしって感じかな。私は、私もなんて私も私もまあどうにかなってきてるから、まあ、頑張って3人ね、元気な子が生まれてきてくれたら自分はそれで幸せだと思うし、うん、まあ、家族みんなが健康で入れたらそれが一番かな。そうやね、うん、思います。まあ、美味しいもんいっぱい食べて、そうやな、うん